はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、安須でございます。白血病、闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、僕みたいに白血病がんになってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってまいりますように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いします。はい、寝ている時に僕の呼吸がですね、止まるんじゃないかとね、奥さんは心配しているようです。まあ、咳込みすぎて窒息するんちゃうかと思うぐらい激しくこううるさいみたいなんですよね。このうわーってするやつが寝ながらやってるんで僕は全然わかんないんですけど、夜中にね、奥さんが気ぃついて起きて心配してくれてるみたいなんですよ。まあ、僕はそんなことはね、思いもしないので、まあ、すやすや寝てる、よく寝てるわけなんですけども、まあ、と言いますのも、まあ、この6月にね、この前の6月になった肺炎が原因でですね、まあ、そこから鼻水が微妙な加減で続いてるんですよ。今現在はそうでもないんですけども、ちょっと前まで続いてたんですね。でも熱は出えへんし、先日の血液検査でもね、まあ、先週行った血液検査、まあ、病院かの検査でも問題なかったので、今は何も怖いことないんですよ。まあ、その先生の診察の結果はですね、まあ、アレルギー性鼻炎かもしらんねーっていう風にね、感じでしたね。まあ、その季節の変わり目や、まあ、寒暖の差でもね、ハウスダストでも花粉でも、まあ、鼻水が激しく出ます。これもともとそうだったんですけど、すごい出るんですよね。なので、まあ、アレルギーによる、まあ、鼻水止めの薬をね、出してもらいました。まあ、寝てる時のその激しい咳込みとか、まあ、窒息しそうになってるのは、こう仰向きで寝てるので、こう、喉にこのね、鼻水が落ちるのが原因なんです。まあ、普段でも鼻から息を吸うだけで鼻水が喉に落ちていくのをね、確認できることが、まあ、あるんですけども、まあ、でもそしてそれが喉の奥に絡むと、痰になりますよね。奥さんはそれを、また肺炎みたいな感じでこう、恐れています。いや、違うよ。鼻水ってね、言うて、なだめてるんですけど、まあ僕もね、肺炎と思ったら肺炎なのかなってこう、メンタルが弱いもんなので、ね、思い込んだらそうなってしまうんでね、思わないようにはしてるんですけども、ね、まあね、こうやってね、まあ、軽い感じで他人事のように話してますけど、もう、まあ、ちゃんと、ティッシュでね、鼻水も取りますし、まあ、痰を、で、こう、うわーってこう出して、おっさんみたいにカーペン出してね、おっさんなんで、体内にこう飲み込まないようには、ちゃんとね、予防はしてます。バイ菌をね、それバイ菌なんで、まあ、体の中に入れ込んでしまうと、そこがね、悪化したら、またそれが引き金があって、まあ、どこかでね、GVHG が出てしまいますので、まあ、気をつけないといけないところです。まあね、せっかくもらった薬をちゃんとね、飲んでね、まあ、こうね、本格的な風が来る前にちゃんとケアをしておきます。今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思ってもらいましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気です。